アメリカの8月の製造業 PMI 購買担当者景気指数の速報値は47で、前の月から2ポイント低下しました。公共と不況の分かれ目である50を4ヶ月連続で下回っています。また、サービス業の PMI は前の月から1.3ポイント低下した51で市場予想を下回りました。 発表元は8月に企業活動がほぼ停滞したことで第3四半期の経済成長の力強さに疑問が生じていると指摘しています。